サニちゃんです。本日開封しますのはこちら、シルバニアファミリーのドキドキコレクション、赤ちゃんアクアパレードというね、またまたブラインドバッグでございます。こちらですね、8月の20日発売になりました。シルバニアファミリーの公式さんのですね、オンラインショップ限定のブラインドバッグでございます。一応ですね、1日1会計10個までというね、そういった、制限がありまして、10個買ってみました。で、届いた状態ね、こんな感じでしたね。1つの袋の中にね、5袋ね、5個入っているものが2つこんな感じで届きました。で、このブラインドバッグ、赤ちゃんね、6人の中からお1つ出てくるよというバッグなので、このね、1袋5個の入った袋の中では全員揃わないわけなんですよ。なので、このね、2つの袋の中で全部揃ってくれたら嬉しいなというね、そういったところでございます。まずね、この1袋ずつね、開封していきたいと思います。アクアパレードなのでね、こんな感じで、この頭にね、なんかこういわゆる海洋生物ね、海洋生物的な、何かをかぶっている赤ちゃんという感じですね。はい、この中から一つずつ出てきてくれます。全部揃ってくれるかな。では一つ目開封しちゃいました。はい、ではね、どの子が出てきてくれるかな。はい、せーの、えい。はい、まずクマちゃんですね。クマちゃん来てくれました。あ、この子ですね。この子ね、何かぶってんだろうね全くわかんない。海洋生物らしいってことはわかります。はい、クマの赤ちゃん、ハリーって書いてますね。ハリーちゃん、はい、こちらでした。ではお二人目、かぶりなく行ってほしいですね。はい、えい、せーの、えい。あら、はい、この子はですね、シフォン犬の赤ちゃんですね。はい、お座りしてるタイプの赤ちゃん。これはこの子ですね。この子が出てきてくれました。はい、はい、では3つ目の袋ですね。せーの、えい。おっと、この子はシルク猫の赤ちゃんね。あ、この子かな。この子ね、そう、可愛いんだよ。この子はわかる、私。確かね、これ、クラゲをかぶってる赤ちゃんだったと思います。ね。これが多分ね、クラゲ棒だったと思いますね。はい。こんな感じのお座りのシルク猫の赤ちゃんでした。では、4つ目ですね。で、今のところ、かぶりはないので、もしかしたらかぶりなく、ね、入れてくれているのでしょうか。ね。そんな気がしてきましたけど。はい、ではいきます。せーの、えい。これはクマちゃんだなんかさ、かぶりなく入れてくれてるんだろうねなんて言った瞬間にかぶったこの子ですよね。で、一番最初に出てきてくれたね、クマちゃんですよ。5個目ですよ、ね、早速かぶったのでね、どうなんでしょうか。せーの、えい。シホイの赤ちゃん。この子は、この子ですね、カニさんをね、頭にかぶっている、ハイハイしてる赤ちゃんでございました。はい、とりあえずこの子もね、かぶらなかったです。はい、ではもう一つのね、こちらの5個に移りたいと思います。早速ね、かぶっちゃいましたので、こちら側からね、どの子がね、出てきてくれるかによって変わりますね。6個目になりますね。で、今のところ、この子出た、この子も出ましたね。そしてこの子も出た、この子も出たということで、この子とこの子が出ていないということですね。ではドキドキコレクションですよ。ドキドキしちゃいますね。いきます。せーの、えい。お、真ん中のカニちゃん、
カニちゃんのクマさんが来てくれましたね。ナイスです。え、もうあとじゃあ一つだけ出てない感じですね。はい、7つ目、開けます。この子です、ね、この子が出てきてほしいです。いきますよ、せーの、えい、じゃん、あら、真ん中の子だ。クラゲちゃん、2個目のクラゲちゃん、8個目の袋です。えい、せーの、えい、じゃん、あら、この子はもしかしてクマちゃんです。ハイハイのね、この子ですね。はい、ということはこの子ね、3つ目ですね。あと2袋ですよね。え、この子、この子来てくれるかしら。よいしょ。はい、ではいきます、せーの、えい、あ、来てくれた、すごい、コンプリート。ね、この子ですよ。はい、来ました。ハイハイしてるシルク猫の赤ちゃん、コンプリートです。やった。最後10個目、どうしよう、え、いや、どうしようって、開封する。これオンライン限定なわけなんですよね。だからあのね、他のお店では買えないわけですよね。とってもいわゆるレアなやつってことは、このままにしといた方が、え、いいかなと思いますよね。でもさ、カニちゃん可愛いよね。カニちゃんね、カニちゃんさ、一体ずつね、一人ずつしか来てくれてないので、カニちゃん来てくれたら嬉しいです。はい、では最後の10袋目になります。えい、いきます、せーの、えい、あれ、カニちゃんじゃない。まさかのね、最後のさっきの子だね、この子。はい、ではですね、このドキドキコレクション赤ちゃんアクアパレード10袋、ね、買ってみたところですね、開封してみました結果はですね、このシルク猫の赤ちゃんハイハイと水色のお魚帽子が2つ、シルク猫の赤ちゃんとクラゲ帽子が2つ、そしてクマの赤ちゃんと紫のお魚帽子、こちらが3つね。これ紫のお魚帽子ですって。はい、こちらが3つと、あとはですね、こちらクマの赤ちゃんと水色のカニ帽子ね、水色のカニ帽子、そしてシフォン犬の赤ちゃんとピンクのカニ帽子、はい、こちらが1つずつ、シフォン犬の赤ちゃんと黄色のお魚帽子というですね、10個の結果となりました。はい、こんな感じで赤ちゃんたちに出てきてもらいました。いかがでしょうか。結果としましてはですね、10袋買えばですね、こんな感じでね、6種全種揃うのではないかなと思われます。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのドキドキコレクション赤ちゃんアクアパレードを10袋開封して全部揃うのか検証してみました。結果は全部揃っちゃうぞということでした。はい、そしてですね、こちらのお二人ね、キラキラくじで当たりましたチンアナゴちゃんとマンボウちゃんね、こちらのですね、子たちともですね、とっても相性がいいですね、この子たち。同じ海洋生物っていう感じでいいんでしょうかね。とっても可愛いです。はい、で今回のですね、この6人の赤ちゃんたちのご紹介ですね、お一人ずつのじっくりのご紹介はですね、次回の動画でですねご紹介していきますので、ぜひねそちらの動画も見に来てくださいという感じです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。バイバイ、サニちゃんでございました。